けど、オリンピックの時に、非常に印象深い街ですね。ああそうですか。さあそれではペアのソビエト、イリナ・ボロビオーワ、イゴール・リセフスキーの演技をご覧いただきましょう。彼女は途中ブランクがありました。カムバック、見事にカムバックしました。彼女もパートナーが変わりましたね。かつてはブラソフという選手と組んでいました。オープニングはダブルアクセルです。綺麗に決まりました。去年の優勝者はイリナ・ロデニナさんとアレクサンダー・ザイツェフさん、はい、彼たちが引退しまして、次のソビエトのペアっていう感じが誰になるのかなっていう、まあ、楽しみもありまして、シャクラ組が残念ながら調子が上がらなくて、今度はこの子たちに、期待を持ってると思うんですけど、本当に美しいスケーティングですね。彼女も長年の経験っていうのがベテラン選手って感じします、はい。難しいリフトの技でした。スローダブルアクセル、おっと滑りました。今の技なんかは近くで見てますと怖いようなね、ものすごい音を立てて女性が着氷するんですよね。下手するとね、あんまりフェンスに近いとフェンスの方にぶつかってっちゃう場合もあるし、非常に危ないんですよね。そうですね。1年間ブランクがあったんですよね、はい、それでまあ見事にカムバックして、これだけのいい演技をできてチャンピオンになれるっていうのはとてもいいことですね。それなりの大変な努力もしていると思います。ネバーギブアップっていう言葉さがありますけど、全くそうですね。彼女たちは、1年前に結婚をしたんですよね、はい、それで今夫婦としてこうやってペアスケーティングができて、それだけにやはり息の合い方もね、そうですね、違うんでしょう。
女の特徴を一つというとやっぱりスピードがある、歯切れのいいスケートということになりましょうか。落ちませんねスピードが、はい、やはりこれはもちろん彼女の持っている抜群の体力筋力もあるんでしょうけれど、はい、やはり練習量が多いんでしょうね。私が、1972年初めてモスクワに行った時には、はい、彼女はもうソ連ではスターだったんですよね。あ、そうですか。だからもう本当大先輩として長年ずっと見てたんです、最近の傾向としてはペアは女性が非常に小さい人と組むのが多いんですけど、はい、彼女の場合はねそういうことありませんから、それだけに男性のホールドも大変だと思いますけれども、さあ点が出ています。しかしあれですね、チャンピオンになった人に対する点としてはちょっと低いですね。そうですね、全般的にちょっと今年のヨーロッパフィギュアはこのペアに関して点が低かったという感じがするんですけれども、この笑顔がとてもいい。今年のペアは6組しか出てなくて、はい、実際的に競技会というのは最終的には5組だったりして、1組棄権しまして、はい、だからまあそういうせいもありまして点数が低くなったと思うんですけど、うん、はい、やっぱりそういった選手が少ないと盛り上がりも一つ欠くでしょうし、そうですね、それからファイトもねもう一つ湧いてこない、はい、ということもあるでしょうし、まあ、東ドイツのペアが今年抜いてたみたいで、はい、世界選手権までには多分カムバックすると思います、うん、そうですね、はい、東ドイツのマーガー・ベベルストルフなんていうのは素晴らしい演技をする人たちですからね、はい、世界選手権でも常に上位に入っている人たち、それから、まあ、世界選手権にはアメリカも登場してくるんですが、残念ながらバビロニア・ガードナー組はプロに転向してしまって、はい、今年は登場しません。そういった意味ではこの人たちが世界タイトルを初めて取るかもしれない、そういうチャンスは十分あるわけですよね、はい、非常にヨーロッパフィギュア初優勝、素晴らしい演技を見せてくれましたソビエト、ボロビオワ・リソフスキーでございます。表彰台の上で本当に嬉しそうです。男子シングルの演技をご覧いただきましょう。